はいいえーとユネさんよろししくお願いします奄美大までマングースが根絶されたみたいですよ、えー。環境省が宣言をしたみたいです。ハブ対策で導入をしていたらしいですけど、ハブは夜行性で、マングースは昼間の行動なので、うまくいかなかったみたいですよ。えー、マングースを根絶させた例は世界的にも珍しいそうです。でも、マングースってあんまり知らないですね。 確かにあの、僕も今聞きましたね。これはヘビなのかななんかマングローブっぽい名前ですね。うん。えっと、かぶさん、自転車のながら運転が厳しくなるみたいですよ、えー11から。11月から罰則がされるようになれるみたいです、えー。場合によっては懲役もあるみたいですね。あと、自転車の酒気運転も厳しくなるみたいです、えー。これも懲役になる場合があるらしい。 あるみたいでえむしろ今までが、今までバスがなかった方がおかしいですね。あと、やたらと飛ばしてくる人も怖いですね。うん、日本、だんだん厳しくなってくるのかな。いやだけど、ベルギーもめちゃくちゃ、てか、もともと厳しいんで、うん、むしろ日本が甘すぎたのかなっていう感じですかね。はい、ということで、皆さん、自転車注意してくださいね。 でも、車道を走るのも結構危なかったりするんで、まあ、今の日本だと、ちょっと自転車の立場がなくなってきてるのかなっていう気はしますけど、でも、歩道を結構爆走する人もいますからね。確かに怖かった。うん。えー、カブさん、台風10号のコースがまただいぶ変わりましたね。 今は三重県で線状降水帯が発生していて、すごい雨になってるみたいです。えー、この後はまっすぐ北の方に向かう予報になっていますよ。えー、コロコロ震度が変わりますね。二日には消える予報ですね。あと言われていた24時間マラソンですけど、競技場を周回することになったんだ。へでも逆に景色が変わらなくて、きつ,きつそうですね。確かにつまんなさそうですね。<laughs> あの景色が変わらないと逆に辛いっていうのは、これは分かりますね。その通りだと思いますね。うん、やんとね。はい、ということで、ちょっと台風が、進路がおかしいということでです。うん、はい、空、え、影、ー、さん、どうもです、えー。こんばんは。兵庫県の、えー、斎藤元彦知事に対する百条委員会が昨日開催されました。 9月6日にも百条委員会が開催されます。そんな中、9月19日から開始されます、兵庫県議会において立憲民主党などが、斎藤元彦知事に対して、お雷が。 なってます、はい、え不信任決議案を提出する方針であることが明らかになりました。斎、えー、藤元彦知事は維新から指示を受けて、えー、県知事に当選をしているため、送り出した維新の党にも重大な責任があります。不信任決議案が、えー、可決された場合は、 知事は辞職か議会の解散どちらかを迫られることになります現在の兵庫県知事の任期は来年7月までになっているため最悪の場合あと1年近く知事の座に座り続ける可能性がありますいやー結構長いですねそれはちょっと困るんじゃないね、あのそんちょっとこの状態であと1年も長引くとなるのはちょっと皆さん納得いかない気もするんでねどうでしょうか はい、うん。はい、えー、牛原うまこさん、株価お疲れ様ですね。えー、台風の熱風でうまこは蒸し上がりそうですよと。北国にようちゃん心配してくれてありがとう。えー、自転車移動なんで、もう大変です。えー、その上、他社のヘルパーさんがコロナ感染して、えー、代行代行代行で、明日も朝から夜まで11時間ロードなんです。うーん、介護の仕事は待ったなしなんです。えー、これからは高齢者が高齢者を、 見なければならなくなるんで、今まだ元気な自分に感謝ですよね。えー、かぶくん、毎日ありがとう。まだね。いやー、だけど、ちょっと働きすぎてる気がしますね。まあ、それからさっき自転車の話が出たんですけど、ちょっと自転車ね、ちょっと罰則が厳しくなるっぽいので、気をつけてほしいなと思うんですけども、ちょっとなんか大変そうな感じが伝わってくるんですけどね。うーん。ぶっちゃけ心配ですよ、僕は。うーん。 はい、えーと、ももちゃんさん、かぶ,かぶともさんへ。台風中はびっくりするような震度をたどりまして、えー、四国を横断した後に和歌山沖、口元あたりを停滞して、九、えー、月一日からは一気に震度を変えて、そのまま北上する予報となっております。えー、しかし、予報がずれると、東海地方に進む予報震度の予報となっています。えー、関西では。 明日の一日の予想雨量が300ミリとなっています。えー、停電が長引くと9月2日まで雨が降り続く予報となっておりまして、えー、東海地方が土砂災害によりみより危険な状態になりますということですね。あの同じようなところで湿った空気が入ってくると同じようなところに長雨が続きますんで、はいあのちょっと震度非常にあの分かりづらいので、はい。 最新情報を必ず見るようにしましょうね。うん。以上になります。